バチュク村の虐殺は1978年にカンボジアとの国境から7キロメートルほどに位置する南ベトナムの安山省チートン県バチュク市鎮で起きた国境紛争に伴う虐殺事件。1978年4月18日から4月30日までの2週間で総人口1万6千人のバチュク村のうちトゥーオンさんと財産の周辺地区に住む 民間人3157人のほとんどがクメールルージュに虐殺された。被害のほとんどは4月18日に発生した。クメール人の軍隊が侵入してきた時に住民たちは寺院と学校に押し込められ虐殺された。生き残った住民は山に逃げたが数日のうちに発見されて殺され、奇跡的に逃げ延びたのは2名だけと言われる。ほとんどの被害者は射殺されるか。 切られるか、首を落とされて殺害された。また、ほとんどの女性はレープされ、膣に供を打たれた。子供たちは殺される前に、銃剣で突かれた。これは、ベトナムのカンボジア侵攻につながる重要な事件の一つとなった。安山省政府は1979年に、異例のために墓となる建物やハスイなどの施設群を建設し、 その中央には1159体の遺体が収められた。ベトナム政府も1980年7月10日に、タムブージとフィライデラと墓の建物を、憎しみの痕跡として認定すると決定した。ありがとうございます。